はい、おはようございます。ラスカルでございます。今日はですね、カレーを食べていきたいと思います。今回は猪豚カレーってものをいただこうと思いまして、メニューがねこちらなんですけど、猪豚カレーというのもですね、僕よく和歌山に行くんですけれども、現地の知り合いのオーナーさんがセーフティーファームさんっていう猪豚を畜産している業者さんがありまして、今回はね、そちらのお店さんからこの猪豚カレーいただきました。で、こちらの猪豚の特徴なんですけど、実は猪豚って皆さん知らないと思うんですけど、牛とかと同じように、まあ A5、A4 みたいな感じで等級があるんですよ。その中でもね、セーフティーファームさんは F1 っていう一番クラスの高い猪豚のみを飼育している業者さんなんですけれども、またね、このランクが何が違うかっていうと、猪豚って基本イノシシと豚の掛け合いなんだけど、ここがね F1 ってものらしい。で、またその猪豚と豚を交配したものっていうのはだんだんね、こうランクが下がっていくらしくて、猪豚の特徴ってね、結構脂が甘くて臭みもないでね、イノシシの特徴である脂の融点が低いので、すごくね溶けるんだけど、等級がね上がれば上がるほど、この猪豚自体の良さをね生かしている素材になるみたいでして、僕もねこちらのセーフティーファームさんの猪豚何度も食べてるんですけど、これめちゃめちゃ美味しいんで、今回ねこのカレーを楽しみにしておりました。で、今回この猪豚カレーを10袋と、今ご飯がね8合炊いてありますんで、これをね使って盛大なカレーをいただいていきたいと思います。まずはね、ルーを全て湯煎していきたいと思います。パッケージはねこんな感じで、だいぶシンプルでございます。そしたら豆乳どんどん入れていこう。ちょっとルーがね入りきらないので、5袋ずつ温めていきたいと思います。そしたらまずはね、ここにご飯を敷いていきたいと思います。白いご飯ね、よっと、あ、痛い熱い。まずこちら白いご飯8合炊いてありますんで、これをねうまい具合にひっくり返したいと思います。いくよ、はい、っと、よっと、ああ取れた、熱い。ちょうど今ご飯こんな感じ。今日はね8合炊きでございます。そしたら今こちらのね第1弾のルーが温まってきましたんで、早速中に入れていきたいと思います。熱いな、これも。よいしょ、外側にと。熱い。結構ルーはねドロドロめでございます。うまそう。うまっ。今ね、残りの5袋温めている間に、こちら目玉焼きもね作っていきたいと思います。まず入れて油を少々、うん、そしたらこのまま蒸し焼きでございます。後半の5袋も温まりましたんで、ちょっとねフライパンで見えにくいんだけど、すべてかけていきたいと思います。熱い。10袋ねすべてルーを入れ終わりました。重たい。さっきねセブンさん行ったらすごいいいのが売ってて、レンジで簡単グリル野菜、これね彩りにちょうどいいと思ったんで、これもねカレーの半面にかけていこうと思います。よし、そしたら今いい感じに、おお、目玉焼きがいい感じに焼けましたんで、これもね移していこうかと。うえい、オッケー。そしたらこの今お野菜が熱いな、これも熱い熱い熱い。彩り野菜がね温まったんで、これも乗せていきたいと思います。よいしょ、今こんな感じで出来上がりましたんで、早速ね向こう行って食べていきたいと思います。はい、ってことでね、今完成いたしまして、こっちの部屋に戻ってきました。早速ね食べていきたいと思いますんで、いただきます。ちょっとまず普通にルーから見るかな。ルーはこんな感じ、結構ねドロドロ系の感じでございます。うまそう。いただきます。うまっ、あ、うまっ。
うん、スパイスはすごく効いてるんだけど、基本的なベースはね甘口だから香りはいいけど結構ね甘めでうまい。よいしょ。そしてあとですご飯と、いや、ご飯硬いなそのまま入れちゃったから、いや、うん、まあうん、あ、でも結構食べ続けてるとビリビリくる目玉焼きも合わせてみよう。これどうやって合わせんのやった。あ、ちょっとね半熟じゃない子も中にはいるけど、目玉焼きと合わせていただきます。あ、またまろやかになってうまいな。イノブタ自体も多分形がないぐらいね、もうトロットリに溶け込まれてるんだけど、臭みは一切ない。あんまり食べたことない人とかからするとそのジビエっぽい獣臭さがあるんじゃないかって結構聞くんだけどね、そんなイメージはねもう一切ない。もうめちゃめちゃうまい。うん、これだったらすぐなくなっちゃう気がするんだけど、これだったらすぐなくなっちゃう気がするんだけどうますぎる。うん、あーでもこれご飯でも美味しいけどパンとかでも絶対合うな。スパイスがね結構効いてるから、ね、パン系とかそれこそなんとかでも合いそう。うん、で一袋一応ねルーが 200g ぐらい入ってるらしいんだけど、そもそものルーがね味濃いめだから、一袋でもあの大盛りぐらいだったら全然いけると思う。普通の並盛りだったらむしろちょっと余らせてね他の料理に使うとかぐらいでもちょうどいいと思います。うん、うん、スパイスの効いたカレーにねほてった体には絶対合うと思うんで、こちらを行かせていただきたいと思います。うまい。あ、そしたらあとよいしょ、ちょっとそろそろこの野菜ゾーンも行こうかなと。よいしょ。うん、うん、野菜うまっ。うん、うん、うん、これね最初から混ぜ込まないで後入れでね乗せてるだけだから、よりね野菜のこの風味とかがかなり強く感じるんで、すごい美味しい夏野菜カレー食べてるみたい。うん、これ僕的には最初からこう中に全部あえない方がおすすめですね。乗せとくぐらいの方がちょうどいい。これねすごいスパイスが発汗作用すごいよこれ、はあ、ちょっと残りも半分になってきたからアレンジしようかな。よっこしょ、よっこしょ。はい、ってことで定番のね炙りチーズをやっていきたいと思います。いい、できた炙りチーズちょっとねチーズ見えないけど今こんな感じ、めっちゃうまそう。まやっぱりねだいぶスパイスが効いてるからねチーズはすごい合う。うまい。うん、でも今レトルトとかでもこんなうまいんだね。うん、昔はイノブタなんて結構東京の人だと全然知らない人も多くて、なんかねその専門店とか行かなきゃ食べれなかったのに、今こうやってネットで頼めんだね。
だいぶ残りもお預かりになってきました。さすがにね、この量はお腹いっぱいでございます。5キロぐらいあるのかな。そんなないか。 4.78 ぐらいか。お腹いっぱい。はい、ってことで今カレーね、完食でございます。いやー、お腹いっぱい、ごちそうさまでした。ってことで今食べ終わりまして、基本ね、あのカレーのベースは甘口ではあるんだけど、スパイスがねかなり効いているので、食べ続けてるとね、だん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 ピーピーしてくる感じの。いや、うまかった。基本具材はね、もう溶け込んじゃってて、固体では、じゃあ、基本ね、具材は溶け込んでて、あの、固形ではね、残ってはいないので、後から野菜をかけてみたりとか、チーズをかけたりとか、いろいろね、アレンジして楽しめるいい一品でした。またね、あの、このセーフティーファームさん、概要欄の方に載せておくんですけれども、このカレーだけじゃなくてね、あの、イノブタ自体のお肉なんかも注文できまして、イノブタ自体ね、他の豚とかに比べてかなりね、希少種になるので、個体が少なくて、ちょっとね、割高な部分はあるんですけれども、たまのね、贅沢に美味しいイノブタを食べてみてもいいんじゃないでしょうか。それでは、本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思ったら、チャンネル登録、コメント、高評価、お願いします。じゃあねー。